今日が誕生日だと聞きましたよ、ご主人。そういうことは、事前に教えてほしかったでち。ちゅちゅ。あちきは閻魔帝のおかみ。突然のことにも、きっちり対応できるスズメなので、問題ありませんけどね。閻魔帝のお大臣部屋を開けてあるでち。海の幸と山の幸、どちらがお好みでちか？